写真どうも、おはようございます。おはよう、おはようございます。いや、どうも。今日何だい。今日は、なんと秋のサバゲ祭りでございますの1日目ですね、今日は。非常に晴天でございます。そうだね、いい天気だね。若干風が強いんですね。はい、弾が流れそうです。今日うちのブース出してるけども、どうなんだい、何持ってきてんの今日は。10月の末に発売する100式の短期間銃と、各自制用のパーツなどを出品しております。こちらですね。あるね、終わりかい。これは何に使われるんですかね。これバボちゃんの小言でしょう。バボちゃん後で挨拶するんだってね。しません。開会式で。そう、もう上がれよ。俺は上がらないですよ。もう上がれよ。いやいや、あれは今聞きました。代表の方が上がる。もう代表でいい。こんなね、アルバイトの赤くしろですよ。そんなんいらねえよ。上がってよろしくお願いしますって爽やかな感じで。そんな人の前に出るような顔してないで寿司屋だし。じゃあこれ出す。イエーイ。これよりよっぽどお前だろ。皆さん卑怯ですよ。皆さん、卑怯ですよ。新車ごめんなさい。まこちゃんが挨拶するんだって。しないですよ。ね、どういう挨拶行くの。俺まーこちゃんで行くんだよね。やりません。皆さん、それ卑怯ですって。皆さん、それはダメですよ。皆さん、そればっかり俺、ノー選挙ですよ。でも、喋らないからっていいことに、あれですか、お笑い様の必死にこらえて、パーンと出ませんよ、私は。いや、それ違うと思うんですよ。それ本来ポンポンってやって、うんってなって振り向いた時にグイッてやられたんですけど、それポンポンってやらずにこう、両サイドから違う全然違う、ほら、痛いもん、これ痛い、ほらまこちゃん、だから、あれ、挨拶すんだよね。あれ、まこちゃんは俺の小言見てるの。まこちゃんやんないの。いや、まこちゃんの小言だよ、今。単品ですか。そうだよ。あ、いやじゃあほら、視聴者の皆さんに挨拶してきなさいよ。俺はこちゃん。だからね、手が入んないんだよ、そういう近づいちゃう。いつもここうまくいいところでね、ここが入らないです、ね。この挨拶を後で開会式でやってもらうわけでしょ。それとこれとはなんかまたちょっと違う。他のショップさんはね、いやいや、どこどこさんって言われたら、よろしくお願いします、どこどこさんです、よろしくお願いしますって言うと、パドック武器店さんですっていうところで、俺まーこちゃんと、そればっかり神です。これ人前にいくら出てるとしても、それはちょっとやりたくないですよね。いや、動画でさ、散々出てんじゃん。動画で今日500人でしたっけぐらいいる、そのみんなの前でですよ。俺そんなクッて、いやいや、もうデミちゃんのことなんか何千回も再生されてるわけですから、まあ、延べ人数にするとちょっとわからないですけれども、まあ、軽く数千人には見られてるわけですよ。同時に見られてるわけじゃないですか、はい、そんな一気にこう視線がバーってこう同時に、一回やっちゃえば慣れるじゃん。次回から超楽だよ。マクちゃん、諦めも感じんだよ。普通にそれでドン引きするかしないかはマコちゃんの腕次第だよ。いや、ドン引きさせるぐらいの自信しかないんですよ。みんなうわーってなるんじゃないか。マコちゃん、面白いこと言って。マコちゃん、面白いことなんてあるわけないの。ね、ぶっちゃけ言うと面白いことある、プシッてあるわけないの。なんで叩いたんすか。虐待だよ。虐待って言って、そこ愛って言ってくださいよ。愛してるよ。愛してる。ありがとうございます。マコ、ここ愛してるよ。そんなの嘘よ。
愛してるよ、マコ。あなたの愛なんて偽りよ。その通りだよ。認めたわ。認めたよ。いや、気持ち悪いだろ。だね、今日ね、聞いて、マココ。今日、5時に起きたの、僕。はい。で、今何時よ。そうね、だいたいね。誰がサザン言え、言うて。9時45分や。何時まで続くの？5時半ぐらいまででしょうかね。そうです、うん、5時半に撤収をしていいよという開始っていうのが書いてありましたので、だから、ね、まあ、うちのブースはもう5分もあれば片付けられますからね。これは、うん、あれだよ、見せ物だよ。さらし？さらされてるね。コンパネとか持ってくの作ろう。お店コンパネ持ってきますか。うちはウィーンってやります。やろう。もうこう小屋作ろう。簡易小屋作ろう。簡易小屋作ろう。簡易小屋作って売るものはこれ変わんないっていう。え、なんか加えません。じゃあお前の私物でも出す。履き古した靴下誰が買うねん。お前のファンが買ってくれるんか。え、マコちゃんファンなんかいんの？いませんよ。いますよ。これちぎったら毛虫みたいですよ。いや、それが面白いかどうかと、やることないからってそれで行くのやめない。そういうの全然テレビの前、まあテレビというかパソコンの前の皆さん、はい、全然楽しがってないと思うんだけども、なんかマコちゃんだから楽しいことやってよ。じゃあ、ちょっと先日覚えた、はい、友人から教えてもらったんですけど、あの、うん、得意ダンスってものがあるんですよ。得意ダンス、ええ、はい、なんかあのテレビでやってたらしいんですけど、ええ、そちら教えていただきまして、はい、ちょっと披露してもよろしいでしょうか。あ、どうぞ。その勇気があるんだったら普通に普通にごめんなさい、あの結構人がねここら辺通ってんだけど、その勇気があるんでしたら全然俺マーコちゃんもいけるんじゃないのかな。いやいや全然人を見ると誰一人見てないですもん今。結構ちょっと面白かったよ。これはどういうことなの。これは何なの結局。え、まあそういうダンスが、こういうダンス教えていただいて、あ、これ使えるんじゃないかと思いました。マーコ体をほてってるわよ。カッカポカっすよ。ものすごい隣に来たらもわってきた。今ここら辺の気温2度上がってますから。得意ダンスした瞬間こうもわって熱気が気持ち悪いぐらい熱気来た。変に汗かいちゃいましたね。まあなんかでもあれだよ、呼ばれたら、はい、皆さん今日は一緒、うん、今のやればいいじゃん。そうだね、何言ってんすか。今のダンスを何言ってんすか。モケバトクですよろしくお願いします。ジャッジャッジャッとこう2、3回ちょっとやって、うん、そうすればみんなえっていう顔の間をついで終わるよ。あれだよ、ポサンやった後に、うん、俺は他人のふりするわ。あ、でもいや、マコちゃんの中ではそれまんま何事もなかったかのように戻って、そう当たり前でしょぐらいの、そうすればみんな次に行くから。なんか罰ゲームかなんか食らってます今。罰ゲーム何言ってるんだよ。ね、皆さんに、この次世代がハイプロのテスト機だ、ね、だからカメラの前の皆さん待ってるからほら、ね、シャオってなると、すいません、どうも。そうですね、でもまあ20万発打ってもまだまだ打てるよって感じの。大丈夫、できるって。いや、あの、いっ、分かりました。せめてあの挨拶するのは仮にいいとしましょう。でもおー打てるよ、前でそうシーンってなると泣いちゃいますから。もうシーンだと。大丈夫だよ、勇姿は取っといてやるから。ボロボロ出ますよ、ね、いや仮にこれ動画に収めていたとしたら何人の人が見るかまだ分からないんですよ。格式いいですね。よろしくお願いいたします。サバゲ祭り、2013開催をここに宣言させていただきます。
この澄み切った空、爽やかな空気、地元千葉からお越しのマドックさんですね。あ、どうも。今ですね。はい、キュー。はい、今です。今始まりました。ついにサバゲ祭りが。いや、開会式はやったけど、ゲームはまだ始まってないよね。いやー、あれできたよ。あれやっとけばよかったね。でも、それこそ、名前呼ばれるだけ。何ダンスだっけ？得意ダンス。得意ダンス。ね。もう何回も多分この視聴者の皆さん今ちょこ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 入ってるはずだからピッと間にねこう見てるはずよ、見てるはずね。まあ、あんな狭いスペースであれやったらもうドス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 当たりますよ。上下にしか体触れないんですよ。あんないや、まあそれの簡易版みたいなのでもねちょっとやっぱこういやいや、でもね本当ね、ちょっと若干の歓声が地元千葉からうちだけなぜか若干の歓声がありまして、はい、ありがとうございますですね、本当ね。まあそんなわけでやっと始まったわけですけども、僕らはまあずっと暇なんだよね。ゲーム出ないしね、誰一人ゲームやらないっていう。そうそう、ぜひねこう来ていただいて、ちょっとね今日中にこの動画の編集できるのかできないのかと言われるとちょっと厳しい気はしますけれども、ぜひね、はい、あのサバゲー祭り2013にね、明日は今日来れてない人はね、ぜひぜひ明日は来てほしいよね。はい、来てください。私 BGM で笑っちゃうから何BGM ウピュピタミサミサ、ね、リーダーミサミサさんの CD ね、はい、パドックでも発売中でございます、はい、はいはい、もちろんね皆さん買っていただいてと、はい、この辺にまたピンと出てますから、はい、こちらっていう感じでね、はい、出てますよ。まあこれあの朝からずっとそうですね、エンジェルスレピートなんでね、あのちょっと覚えちゃうぐらいの話ですね。これ、外しておけ、今日だけじゃなくて明日も一日聞くんですね。まあ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 、まだあの CD、3曲分ぐらいが回ってるんですよね。まあ1曲じゃないだけまだいいというね。はい。まあ、そんなわけでね。はい。まあ、あ、デミちゃん戻ってきたの。戻ってきましたよ。ねえ、まここさん、はい、私が立っちゃったじゃない。あれまこちゃん、あのちょっと小芝居入れられたね、あの感覚だとね。ちょっと俺もっとこうなんかピンで食うから、ザー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 、だからちょっと一発ちょっと小芝居入れといた方がよかったんじゃないか。タイプカフェあんまり売ってないけど、やっぱ小芝居、ただね、あのパドックの時だけですね歓声が上がるという、ちょっとびっくりしちゃうねえ、まあ正直ブースは一番今日はしょぼいいや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 ね、いやもう振り物感覚できてるからね僕はね、もうぶっちゃけて話しちゃうとそうよね、あの他の皆さんはね頑張って気合い入れて、ね、来てるのにうちだけこれだけですからね。10時44分だよ、始まるよ。ちょっと温度だからちょっと踊ってみてくれる。ちゃんとそっちに行くんだよね。いやいや本当にそんな温度なのかよ。ある意味恥をかけに来てる。まあ、ね
マコちゃんそのままどっか行ってもいいよ。やめる。いや、いや、変な人だよ。三河健一じゃねえか、全然よ。ほんと、どっか行っちゃったけども。また一人ぼっちです。また一人ぼっちです。いや、どうもどうも。どうも。また一人ぼっちだよ。はい。今日は何しに来たんだ、朝からここに。いやいやいや、デミちゃん、まあ何回も出てるんだけど、まあね、ちょっとデミちゃんも一応話しとかないとあれかなと思いましてさ。また一人ぼっちだよ。俺だよね。いや、日焼けしたね。焼けたよ。焼けたね。真っ赤だよ。もう。ね。すんごい焼けた、まこちゃんも。そうでもないね、まあ、僕らはもう真っ赤だよ、ね、まあ、まこちゃん仕事してなかったもん ね、 そ う、 ですね。そうだね、僕ら一生懸命やってないな、このバケチンガー、バケチンガー、やめなさい、やめなさい、どんなくだりや、やめなさい。自分からやれって言ってたのよ。ちゃんとですね、若い子にもやらせてあげないと、やっぱりね、殴られるばかりじゃね、ふてますよ。このふてぶてしい顔、皆さんは知ってますか、カレーを奪われると切れるっていう。最近の若い子は怖いよ。カレーを奪われると切れる三河健一ですね。もういいわよ。いや、もういいわよ。そんな声じゃないだろ。先の若い子、食い物奪うと怖いの。まこちゃん、もう動画でさ、そういうこと言っちゃってるけど、もうあれだね、開き直ってるんだね、ある意味。まあ、いざ仕方ないですね。もういいってことだね。これ同級生とかに見られても、もういいわと。見られてるんです。うん、だろうね、だろうね、見られてるんです、うん、だけど、そこで三河って呼ばれてるってその真似をしちゃってると、それね、学校でも言われるんじゃないの。そうだ、あれだ、はい、思いついた。いや、バンバン殴ってた動画が出てると思うんですけど、これちゃんと保護者の許可のもとでやってますからね。むしろ保護者が押してきてます、ね、押してきてます、これちゃんと裏取ってます、ね、そうだね、そうだね。これあのバンバン見ていじめかわいそうってなると思うんですけど、誰も思ってなかったと思うんだけど、思うんですけど、裏取ってます。これね、ちゃんともうご両親の許可を取ってバチコンバチコン言ってくれと、言ってくれと、うん、そうだね、ね、教育してくれと、ね、あ、別にそこだけかな、注意点は。もっと僕らも頑張っていかないと、パドック永遠の若手ね。いや、もうあれパドックで初めて30代が出ました。初めて、まあそうだね、うん、何を隠そう、私です。今そうだ、ね、10代20代一気に40代50代だったんだよ ね、 ね、ずっと30代いなかった。そうですね、パドック始まってから30代の人って誰もいないんだね、よく考えたら。僕はとうとう30代が、あ、ほら、皆さんにね、まあ、最近誕生日だったということで、デメちゃんおめでとうとみんな言ってあげてください。あ、でほらほら、デメちゃんパッチもね、あ、1枚売れた、うん、ありがとうございます。はい、だから今日は少し喋ります。そう、デメちゃんパッチね、もっと皆さん買っていただかないとね、本人機嫌悪くなりますからね、頑張っていただいてね。直結はしてないんだけどね、別に。ああ、そう、いやでもほら、俺にあの、買っていただくといろいろ機嫌が良くなってくるという超饒舌になるっていう ね、 ね、はい、超絶、俺まだ捨てたもんじゃねえなって確信できるんだよ。もう一回ね、宣伝しておきます。デメちゃんパッチ1380円で好評発売中でございます。ちょっと重大な問題が一つ発生したんです。何ですか。うちのアルバイトで来てるハクトン君なんですが、はい、大事な書類をなんかもらったんだと思って、はい、封筒に入ってたんですよ、ええ、おい出すんじゃない、やめろ、ね、その封筒に入ってたものが、あ、なんか運営さんから書類をもらったんだなと思って、やめろ、足を出すんじゃない、やめろ、あ、バカバカバカ、うざい、うざい、これですよ、これこれです、これ、おう、
これをですね、こう持って走ってたんですよ、はい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 、笑顔でね。これはなんか重大ななんか撤収とかこういう風にしましょうっていうミーティングかなと思ったんです、うん、で、私はまあハクトンって呼ぶわけですよ、そのハクトン君をね。そしたらオール無視なんですよ。笑顔で走ってハクトン全く聞こえませんでした。おっしゃるですね、やめてください、やめてください。あ、これ買った人にしか見せられないですけど、ちょっとサイン書いてあるんじゃないかよ。おー、ファック。いや、あんまり見せられないんですけど、こういうのもらってきたんですね。ええ、こういうのももらってきて、ハクトンって書いてないんだね。そうね、まあ何やってんのね。超笑顔だったんですね。もう別にいいじゃないですか。全然もうこのお祭りを楽しんでるなと思って、うん、そうだね、じゃあ山下さん、そういうの買うのとアニメの画集買うのって同じ扱いになります？アニメの画集、別にこれ買っちゃいけないわけじゃないです。逆にこういうの買ったのこれは。そうですね、これを、生写真を買うんですね。はい、逆にですね、私はこれ恥じるべきじゃなくて楽しんでると思うんですね。まあね、いいと思いますよ。2013サバゲ祭りの時、はい、ウピウピ隊のこれ皆さんの写真ですよね。いや、こういうのちゃんと買ってくるっていうのは、これウピウピ隊の名前皆さん知ってるんですか？若干。何やってんの？それなのに写真もらってきたの？サインまでもらって。押してる人の名前しか知らない。誰推しなんですか？夏美さんです。ああ、それで、サインは夏美さんだったんですね。そうです。はい、じゃあちょっと一言言っといた方がいいんじゃないかい？さっきもほら、いやそんな、ちょせっかくだから言っときなさいよ。ほら、夏美さんへって。いや、本当、はい、応援します。はい、何応援します。はい、応援してるんです。はい、応援してるんですね。応援です。応援してますね。はい、はい、バイハクトンとグッズが出たら買います。グッズを買うと。なるほどね、それは楽しみですね。 CD 出たら買いますね。ぜひぜひ。出るの？夏美さんの CD も出るんですか？わかんないです。あ、そうなんですか。その辺の話は聞いてます。あ、聞いてない。勝手な話なのね。はい、じゃあぜひ出してほしいと。でも何ですか？ユッキーさん、今ウピウピ隊が誰かっていう名前を今当ててるんですか？これお前4人出てきて、もし5人グループであと1人名前じゃなかったらすごい失礼。いや、確か6人ぐらいやってる。今日6人いらっしゃいますよね。マックス6人のはずですよ。はい、ちょっとごめんなさい、私もちょっと人数まで把握してないんでごめんなさいね。確か6人だったはずです。そんな花形の美人な人たちとなかなか出会う機会ないもんね。うん、野郎だらけの世界ですからね。割り JK ばっかっすよ。はい、あ？お前早くやめねえじゃん。もう嫌ですよ。もうギリギリでしょ。嫌です。いいよ、もう粘ります。私はまだもう靴の底に張り付いたガムのようにネバネバします。私は粘って学校にだって5年6年いたらバカだよ。粘りすぎだろ。粘らんですよ。ワンダーランドです。いや、わかんねえわかんねえ。いや、動画のファンの人は今察したよ ね。ああ、この二人はそうだよね。あ、それね。いや、もうだから最近風にそれだみたいな。これさ、思うんだけど長くね。長いね。長いからね、メモリーがなくなって途中で切れんのよ。いや、カットしてもね。2013、はい、もうそろそろ終わるよ。で、まあじゃあ今日の総括ということでさ、明日もまた来るわけだけどもね。マドさん、今日の総括として、うん、どこら辺が輝きましたね。そうですね、やはりこの美しい景色が何でしょうか。景色がポイントですかね。この美しい山々に囲まれたこの立地条件ですね。むむむむむ、こんなもんでいいですかね。もう十分笑ったでしょう。じゃあ明日も頑張ります。頑張ります。明日はパッチをもう一枚売るぞ。おお。パッチ1枚でいいんですか？じゃあ2枚やるぞ。まあこの結果は明日のまた動画で多分分かると思いますね。はい、あと2本、あと2本。
ですね。もうあと残り、はい、じゃあまあとりあえずまあ、あの中締めバイデメバイマコぐらいやっといた方がいいんじゃないですか。じゃあよろしく。俺デメちゃん今日ないんですけどね。そういう感じで。何？今日はなしで。おせ。なしパッドで締めで。じゃあもう多分次これあのピッて翌日ですから次は、はい、絵的にはね。はい、じゃあ、はい、バイデメバイバコは893 今日はなんだかね非常によくね話してしまうそんな日ですよね。てか昼間つらかったかな。